熱帯収束帯上に発生している雲の帯の衛星画像、東、太平洋7月の熱帯収束帯と1月の熱帯収束帯の一熱帯収束帯は、大気循環の中で赤道付近に形成される低気圧地帯のこと、赤道低圧帯とも呼ぶ。大気循環の中では、日射量の多い赤道付近で上昇気流が形成され、ここで上昇した空気は、 緯度20、30度の低緯度地域で、下降気流となる。このため、赤道地域は低気圧、低緯度地域は高気圧となり、地上では常に赤道へ向かって吹き込む気流が形成される。この風を貿易風という。地上付近においては、熱帯収束帯の北側で、北東貿易風、熱帯収束帯の南側で、南東貿易風が吹く。 地上から大流圏を観測すると、南北の高圧帯から常に風が吹きだまり、常時風がこの帯域に収束しているように見えるので、熱帯収束帯という名前がついている。また、熱帯収束帯の上空、大流圏海面にあたる高度12から 17km 付近では、風速の特に強い東風が帯状に分布している。 この風は熱帯低気圧やモンスーンの発生に関与していると考えられている。熱帯収束帯は地上から見た太陽の位置が南北に動くのに合わせて南北に移動する。北半球が夏となる7月前後にはサハラ砂漠アラビア半島ヒマラヤ山脈付近、中国長江流域南西諸島マリアナ諸島、ハワイメキシコ南部中米南米ギアナ地方に分布し、これが 最北分布地域となる。この時期は日本のすぐ南の海上にまで分布している。梅雨のタウは熱帯収束帯から流入する高温多湿の空気の影響もある。南半球が夏となる1月前後にはギニア湾岸西シェールインドネシアバヌアツ、フランス領ポリネシアガラパゴス諸島アマゾン付近に分布し、これが最南分布地域となる。南米アマゾンや西アフリカ付近は 年間を通して熱帯収束帯となるが、インド洋や太平洋では大きく移動する。分布域を見ると陸地に沿った分布をしているようにも見えるが、これは陸地が海洋よりも温まりやすくその分上昇気流が強いことが影響している。このため季節によって熱帯収束帯から外れる地域は寒気を持つことになる。この地域は陸上では サバナなどの草原やソリンからなる地域が多く、サバナ気候や熱帯モンスーン気候と呼ばれる気候帯に属することが多い。一方、年間を通して熱帯収束帯の元に置かれた地域は一年中出順である、熱帯雨林に覆われた熱帯雨林気候であることが多い。ただ、熱帯収束帯は毎年同じ地域に分布するわけではなく、変動があり、平年以上に、 熱帯収束帯に覆われるとタウになる一方、熱帯収束帯に覆われないと、小雨続きで干ばつになってしまう。季節移動する熱帯収束帯はしばしば、モンスーントラフという気象用語で呼ばれることがある。そもそも、熱帯では、天気図上に、円形の低気圧は、ほとんどなく、代わりに細長いトラフが存在し、これが低気圧特有の天気をもたらす。 熱帯収束帯も大規模なトラフであり、数週間数ヶ月にわたって停滞して、モンスーンをもたらすことから、こう呼ばれている。ありがとうございます。